を入れていただきましょう。さあ、準備は今お二人とも整いました。まずエンジンをかけたのは星野和義、そして中島悟も今エンジンに火が入りました。スタート1分前のボードが出されました。タイヤのウォームアップはございません。シグナルがレッド点灯、ブラックアウトするとレースがスタートになります。さあ、すでにギアを一速に入れました。続いてオフィシャルが準備しているのは10秒前のボード。完全にお二人はもうレースモードに入っております。永遠のライバル星野和義 VS 中島悟、それの初日1回戦15秒前です。さあ皆さん、星野が勝つか中島が勝つか、皆さんの応援よろしくお願いします。Thank you.
さあこの後一旦またメインストレートにお二人が戻ってまいりまして、コメントを聞かせていただくということになります。ウェットコンディション雨の中島は絶対見忘れないという何か意地を見た、星野和義さんの見事な反則スタートでのレースフィニッシュでございました。さあコースサイドにいらっしゃる皆様、どうぞお二人、このですね姿が前の前にやってまいりましたので、手を振ったり拍手をしたりどうぞアピールをして、お二人ですね、お疲れ様でしたのどうぞサインを送ってあげてください。さあということで星野和義さんが今戻ってまいりました。そして中島悟さんも今戻ってまいりました。さあこの鈴鹿サーキットレーシングスクールオブフォーミュラーの、スクールを卒業したドライバーがレースをするときにこの車で、ね、レースを行うということなんですけれども、さあお帰りなさいお二人。最初からフライングやろうと思ってたのか言わないでください。いい大人が。本当に中島さんスピーチしたんですか。場所どこでスピーチしたんですか。あ、映ってないですよ。はい。だから黙ってれば分かんなかった。ちょっとじゃあヘルメットまず取りに行きましょうね。はい、ありです。はい。